私たちの ELSI っていうのは地球生命研究所といいまして、東京工業大学の大岡山のキャンパスにあります。で、大岡山っていうのはですね、先ほどあの都心と田舎、郊外って話ありましたが、自由が丘から徒歩圏内で、そういう意味で言うと都会にあります。で、我々は名前が、地球生命研究所というぐらいありまして、研究所としての、研究大きな目標は、地球の起源、そして生命の起源、そして宇宙における生命、そういったものを、大きな目標に置いています。で、いろんな研究をやってるんですけども、私自身はどっちかというとちょっと天文寄りで、惑星とかをやってますので、今日の話はその中でもですね、系外惑星、ハビタブル惑星で、クエスチョン付きですけども、第二の地球、地球外生命、そういった話をさせてもらいたいと思います。で、今日出てくる話ですね、ちょっといろいろキーワードが出てくるんですが、なんじゃこれと思いかもしれませんが、天空の科学と私の科学で、無限と宇宙の恐怖、自己、これ地球のこと言ってるんですけども、自己中心主義からの解放、こういったものが実は研究の最先端でいろいろ絡まってきています。あれ、なんかその天文学とか、物理とかの話じゃなかったのかと思うかもしれませんが、実は今挙げたような研究テーマっていうのは、実は人の心理と非常に強く結びついていまして、そういったものが面白い点でもあるんですが、学問を難しくもしています。じゃあまず最初は系外惑星ということですけれども、先ほども銀河の、画像ありましたが、我々の銀河系には、数千億個の恒星があります。で、その恒星の中に太陽も入っているわけです。で、その太陽の周りに太陽系があって、この地球とか木星とかが回っているわけです。で、そのだけどその他のですね、他の恒星の周りを回る惑星のことを、系外惑星と呼んでいます。太陽系外っていう意味ですね。太陽系の外のっていう意味ですね。系外惑星と呼んでいます。で、最初に発見されたのは、今から20年ぐらい前、1995年のことです。で、その後ですね、どんどん発見が続いて、現在では約3500個の系外惑星が発見されています。で、その中の大きな特徴はですね、惑星系というのは非常に多様な姿をしているということです。ここにちょっと我々の太陽系をちょっと描きました。で、この辺に太陽があってですね、で、結構この間が空いててですね、で、水星、金星、地球、火星というような小型の岩石惑星が並んでいて、で、その外に木星、土星という巨大なガス惑星があります。そして天王星、海王星という中型の氷惑星があるというのは我々太陽系の姿です。ところがですね、この最初に見つかった系外惑星、ペガスス座の51番星の B って書いてますけども、そういう惑星はホットジュピターと呼ばれていて、これは想像図ですけども、中心星のすぐそばを回っている巨大な惑星です。つまりこの単位でいうとですね、これ地球の軌道半径を1としてるんですが、これの 0.05 っていうところなんで、この辺ですね、この辺に巨大なガス惑星が回っているというのはこのペガスス座の51番星です。他にもですね、これ実在の惑星系ですけども、カニ座55番星っていうのは、なんかいくつか惑星があるんですが、なんか並びが結構ぐちゃぐちゃで、で、実は一番多いパターンっていうのは、この GI581 っていう星の星系ですけども、なんか地球とか天王星とか、そういったくらいの大きさの惑星がバラバラバラっと中心星に近いとか並んでると。こういうのは結構多いタイプなんですね。で、そういうことで惑星系っていうのは、確かに基準あるんですけども、太陽系とはなんか随分違った姿をしているというのはだんだん分かってきたわけです。で、一方ですね、非常に多様ではあるんですけども、地球とかのような岩石の惑星というのは非常に普遍的に存在しているということも分かってきました。この図は何かというとですね、ケプラ宇宙望遠鏡、宇宙空間に飛んでいる口径 1メートルぐらいの望遠鏡ですけども、それが観測した惑星のデータです。発見した惑星のデータですね。で、これはですね、遠くにある恒星と惑星というのはもう地球から見たらほとんど点でしか見えないんですが、時々こう惑星が前をよぎって食を起こすと、その時だけちょっと明るさが暗くなるんですね。で、それを観測することによって惑星を見つけるという方で見つけやったデータです。で、これやっぱり軌道の半径で地球が良い位置としています。で、縦軸はこの惑星のサイズですね。で、これも地球の大きさを 1にしています。で、これが発見された惑星で、太陽系も一緒にプロットしています。
ですから地球とか金星とか火星とかこれ辺の大きさで、まあ、天の世界惑星ですけれども、そういった大きさの惑星が非常にたくさんあるということが分かります。でこれはもちろん食を起こすというのを見てるわけですから、こう軌道面がと視線方向が揃ってなきゃいけないんで、全部が全部見えてるわけないですけども、そういったものも補正して、で、確率を見積もってやると、どうも銀河系の構成のうちの半分ぐらいには岩石の惑星、この辺の惑星があるということが推定できています。もちろん現在ではこう太陽系のそばしか観測できないんですけども、まず銀河全体そのあんま変わらないので、多分半分ぐらいには岩石惑星があると。で非常に確率は高いわけです。で一方でですね、これねちょっとなんかグレーにしてますが、このグレーの場所っていうのは現在のこのケプラ宇宙望遠鏡なり、そのそういう観測では見つからないところなんですね。観測が難しいんです。つまりこう太陽系は全部この影の領域入ってるんで、実はまだ太陽系はとウリ2つの惑星系があったとしてもまだ見えないんですね。ところがですね、面白いのはそういうことなんで、こう見えてないんだけども、研究者も含めてですね、いろんな多様な惑星系が見つかってるんで、それで太陽系は実は非常に特殊なんだと、特別なんだと、奇跡の存在だということを言いたがる人が多いんですね。でも、見えてないんで、あるかどうか分かんないんで、少ないか多いか分かんないんですけども、そういうことを言う傾向があります。これは研究者、専門の研究者でもそういうことを言う人が多いです。で特にやっぱり欧米人に多くてですね、やっぱりこれやっぱり文化的な背景があるのかなという気がします。でも一方でですね、この分布みたいで地球とか金星、この辺りのパラメーターなんで、なんか結構もうちょいのところなんですね。それからこれは食を使ってるんで、軌道が中心線が離れれば離れるほどこの食を起こす確率は低くなるので、実際はここにある点々の数はこことここ比べたらこっちの方が10倍本当はあるはずなんで、そういう意味でいうとこう分布は結構バラバラとこう一定で続いてるんです。ですのでその分布がもしそれもうちょっと続いたとしたら、もうほんのちょっとですけども、続いたとしたらどうなるかっていうのを計算してみると、この地球ぐらいの大きさで地球ぐらいの軌道半径を持ったような惑星、そういうのをここでは地球たちと、アースの複数形で地球たちと呼びますけども、そういったものも非常にたくさんあって、どう見ても 10% から 20% 以上には、の構成にはそういう地球たちが回っているということは、ほぼ確実だということが分かってきたわけです。でそうなるとそこには海があって生命がいるんじゃないかって話になってくるわけです。どういう意味かというとですね、ハビタブルゾーンという言葉があるんですが、これは惑星表面に液体の水、海が存在できるようなそういう温度範囲、別の言葉で言うと軌道範囲のことを言います。中心性、これ太陽系ですけども、太陽に近すぎると熱すぎて水があっても蒸発してしまう。で遠くにあるとこう寒すぎて水があっても凍ってしまう。でその中間、ちょうどいいところにあると水が液体として存在できて海ができると。で地球はもうその場所に入ってるわけです。でそういう場所をハビタブルゾーンと呼んでます。でなんで水かっていうと、生命の起源の、まだ明らかになっていませんが、その中で割と基本的に考えられている、化学進化説というのがありますけれども、そういう化学反応を繰り返してというプロセスの中でやっぱり水というのが重要だろうということが認識されているからです。で、もうちょっと言うと、その適度の大気が存在できないと海が存在できないというのがあるんで、そういったものを考えると、地球程度の惑星質量も必要かもしれませんが、これは要するに軌道と惑星質量が分かればいいということで、つまり天体観測で観測できる移動なわけですね。ですので非常によくこのアイデアというのは引用されています。ところがでも本当にそんだけでいいのかと、例えばそもそも水がなかったら海も何もないじゃんとか、有機物って本当にあるのとかいうこともあったりします。他にもいろいろありますけども、でなんでこんなことをわざわざ言うかというと、我々の地球は水の惑星とかで言われることがありますが、実はもうカラッカラです。海の総質量っていうのは地球全体の1万分の2しかありません。で地面の中にあるやつ入れても桁で変わるかどうか、1000分の1までいくかどうかっていうところです。でさらに炭素とか窒素は、標準値っていうのは太陽の値っていいますか、宇宙の平均素性みたいなもんですけども、それに比べて炭素は1000分の1、窒素は10万分の1しかありません。ですから地球っていうのはカラッカラなんですね。でそれは実は自然で、水とか、有機物につながるような窒素化合物とか炭素化合物っていうのは、そういうものが凝縮するのは非常に温度に低いところです。太陽系で言えばずっと遠くで、
マイナス100度までいってやっと氷の粒々が凝縮する。マイナス200度ぐらいまでいかないと炭素化合物とか窒素化合物は凝縮しない。なので地球のある場所に、つまり地球を作った材料物質の中には水も有機物も入ってないというのは、これはまあ非常に当たり前なんです。ですからカラッカであることは全然構わない。ただ問題なのは、水の中で有機物が融合してそれで生命ができていったという、その地球にちょっとだけある水とか有機物、これはどういうふうにして地球に届けられたのかということが問題になるわけです。まあ、よく言われるのは、例えばこう木星とか巨大な惑星があるんで、そのそばにこう水を含んだ小天体があってですね、で木星の重力に引っ張られて、まあぶつかるやつもあるかもしれない、木星に食われるやつもあるかもしれないけども、振り飛ばされてですね、でたまたま地球にぶつかったんじゃないかと、で偶然ですね、まあ、こういったことも言われます。でもそうするとまあ偶然でこういうと、じゃあ地球に生命生まれたの偶然かみたいな話になってきてしまうわけですけども、まあ、実はそんなに単純な話ではなくてですね、ここの温度のこれは変化したんじゃないかとかいろいろあってですね、実はまだ地球になぜ水があるのか、なぜ有機物がこの地球になって我々、ね、生物の体を作ったのかということは分かっていません。標準的なものはまだありません。ですが、まあそれが届けられないとですね、いくらハビタブルゾーンというところに惑星があっても水がなければ海はできないんで、生命は生まれないということになるわけです。でさらにですね、まあ、もうちょっとそのハビタブルゾーンって話をしましたが、まあ、でさらに水や有機物が供給されなきゃいけないだろうとか、あとプレートテクトニクスがあって炭素が循環しなきゃいけないんじゃないかとか、炭素が循環しているというのは、その大気中の CO2 の濃度が長期的に見るとですね、うまく調整されてて地球の気候というのは安定に保たれているという、そういうメカニズムがこの地球にあるわけです。でそういうのがなきゃいけないんじゃないかとか、さらに地球には磁場があって、磁場があるおかげで宇宙から飛んでくる高エネルギーの粒子、宇宙線とか、それから恒星風、ただ太陽風という非常に強いプラズマ粒子がありますけれども、それを防いでいてくれてるんで、それがなきゃいけないんじゃないかとか、まあ、いろんなことが議論されていて、まあ、これだけでどういう惑星環境だったら生命が存在できるかっていう、そのこと自体で一つの研究分野を成すようなものになっています。でこれちょっとややこし、だんだん話がややこしくなってきてですね、もしそのハビタブルゾーンにあればいいんだというような話になってしまうと、さっき言いましたように観測からはこれはもうほとんど無数 10% か 20% 以上だったら銀河系の中だけでも何百億個と言われるような、そういう星に生命が生まれてもいいって話になってしまうん でこれ結構嫌われるんですね。まあ、宇宙の話もそうですけども、まあ、無限宇宙とかっていうと嫌われるっていうのは同じなんですけども、僕は惑星とか地球外生命とかそういう話を一般の人と前で話をさせてもらうことよくあるんですが、必ず聞かれるのが宇宙の果てはどうなってるんですかって聞かれるんですね。で観測データとか見ると、まあ、限りなく無限でとか言うとすごい嫌がられてですね、そして果てはどうしてくれるんですか、果てはないんじゃないですかって言ったら、えってその果てがないとかっていうことあるんですかって言われる、まあ、そんな話あるんですけども、まあ、そういうのはやっぱり嫌なわけです。でこれはもう研究者も同じです。無数に生命の生まれるような星がこの銀河系でもあるっていうふうに言うとすごく嫌な感じがするんで、じゃあ地球と同じような環境だったら生命が生まれていくことにしようと、そうして地球の特徴をどんどん上げていってですね、いや海の深さはこれぐらいで大気はこうで、いやこれぐらいこういう大陸があってとか言い出したら、まあ、どんどんその数は確率が減っていくわけです。そうなると、いやこの地球っていうのは類まれで、奇跡的なものだというような話に行き着くわけで、そういうようなふうに話を持っていこうとする気持ちっていうのは出てきてしまうんですね。これは研究者も同じなんです。でだけども一方ですね、でも地球で1個だけだったらやっぱ寂しいよねって、でやっぱもうちょっと条件を緩くしてあと1個か2個ぐらいあるように したいなみたいなのが無意識で働いてですね、そういうとこからじゃあ第二の地球を探せみたいなキャッチフレーズが出てきたりするわけです。でだからこれになるとあんまり論理ではなくてですね、なんか人間心理みたいなところ でそれは研究者ですらそういう考えが結構あります。でそこで最初に出てきたこういう話が出てくるんですが、要するに生物学とか医学とか脳科学で、これまでの地球科学、まあ、環境学、こういったものは私自分に接続する対象の科学なわけですね。でそれは無理やり、まあ、僕はもう私の科学と書きましたが、それに対して村山先生が話したような、宇宙論とか素粒子論というのは、まあ、天空の科学といいますか、あの世の科学といいますか、まあ、そういうようなものがあって、で、まあ、従来の天文学も、まあ、どっちかというとこっちなわけですね。ところが今議論しているこう地球とか系外の地球たち、ハビタブル惑星っていうのはこの天空の話と私の話は混ぜこぜになっているんです。
天文学の議論であるはずなんだけども、第二の地球を求めてっていうのは、ね、私とこの地球とうり二つのもう探そうみたいなキャッチフレーズが出てきたり、あの先ほどの村井先生もちょっと書きましたが、まあ、ゴーギャの言葉、ね、我々はどこから来たのか、どこに何者か、どこに行くのか、この丸々私ですよね。そういった話が非常によく引用されますし、私の地球を知るために経過惑星を知るのだというようなことを言うも出てきます。でも天文学の話だったりするんで、なんかそれがごちゃごちゃになってるわけです。でですね、もう一回ちょっと振り返って、じゃあその生命が住めるような惑星っていうのは、本当に地球とうり二つ寸分たがわぬような環境は本当に必要なのかっていうのは、これ実は大きな問題です。こういう考えがあったのは、系外惑星が見つかる前の、つまり太陽系しかこの惑星系っても知られてなかった頃、それにはその頃がしょうがなかったわけです。なぜならそれしか知らなかったんで、もう地球ってものしか知らないから、まあ、地球からちょっとわずかにずれたそういうバリエーションを考えるしかなかったわけです。だけども今となっては非常に多様な系外惑星系がたくさん発見されているわけで、それをもとにするとどうなるかと。でもまだその生命が誕生し進化していく必要な条件というのははっきりしていません。でもまあ確実なものとして思うのは、まあ水、それから有機物があって、まあ、もちろんシリコンの生命とかいるかもしれませんが、まあ、まず有機物があって、あと化学反応を進めていくようなエネルギーが供給されているような、そういう環境っていうのはまあまあ確実でしょうと。でそこだけを考えてやれば、実は別に地球と全く違っててもいいわけです。で天文学においては、まあ、何よりも観測可能かどうかっていうのが最優先されるんで、そこで最近注目を浴びているのが赤色矮星といわれる、まあ、M 型星といわれる恒星です。非常に暗い弱い恒星ですけども、その前の惑星です。でこれ光が弱いんで、さっき言ったそのハビタブルゾーンというちょうどいい温度の領域っていうのは中心線すごい近いんですね。そういうところまで行かないと暖かくないんです。だけども、そういうものは実はこれまでの観測方法では非常に観測しやすくて、実はもうすでに観測可能なんです。でもそんな変な恒星っていうかもしれませんが、銀河系の恒星の7割8割はそういう、弱い、赤色矮星なん でこれはマジョリティなんですね、多数派なんです。でもそこのハビタブルゾーンの惑星というのは地球とは多分全く違う環境で、もちろんそこの太陽は赤外線を出すし、でも一方で強烈な紫外線とか X線を出しているんで、結構危ないんですね。でハビタブルゾーンも近いですから結構危ないんだけども、でも自転と公転が同期していて常に同じ面を中心線に向けているんで、裏側に入っちゃえばまるで平気なわけです。で一方その全体として温度が低いんで、水がどんどん供給されて、まあ、1000キロを超すような深い海があるかもしれないと。だからまるで全然違う世界です。でも最近あのプロキシマケンタウリっていう、まあ、太陽系から一番近い恒星系があるんですけども、そこで地球サイズの惑星がハビタブルゾーンに発見されたという、メディアあの報道がありましたが、実は中心星は弱い恒星で、その中で、だから全然ちょっと違う環境なんだけども、でもメディアは第二の地球発見かということを報道していました。でまあ、こういうところも言ってみることも可能とかいう話も出てきたりするんですが、ちょっともう時間がなくなっちゃったんで、これを最後にしたいと思いますけれども、そこまでいくとですね、じゃあ別に惑星でなくてもいいんじゃないかと。で実際土星木星の氷衛星、これ実際の写真ですけれども、表面はカチンカチン凍ってるんですが、その割れ目から水蒸気が噴き出していて有機物もあるということが、もう分かっています。でそういったところも考えようなんていう話もどんどん議論が進んでいて、で何でそれが重要かというと、まあ、言ってみることができるというのもありますが、1サンプル地球生命というのは 1系統なので、遺伝信号も同じだし、体細胞を作っているアミノ酸も同じだし、それでは分からないんで、やっぱり何か別系統の生命を発見することが必要だろうということで、こういったふうにも話が進んでいますというような感じで、今こういう議論というのは天文学を中心に盛んになっています。でちょっと時間が来てしまいました。終わりたいと思います。